ロバート・アレキサンダー・ザラテラ・デラは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。現在は、MLB ・ピッツバーグ・パイレーツ参加に所属している。野球を始めたのは16歳の時で、それまではサーフィンをやっていた。2005年に、腕・セーザー・スメタ高校から、トロント・ブルージェイズに入団。2009年までは主に、ルーキーリーグで過ごした。 2010年8月に来日し、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに入団。13試合に登板し、20回に3を投げて1勝2敗、被安打12.19脱三振、5死死球、防御率0.87の成績を残した。2010年オフ、リリーフ投手の強化を目指していた阪神が獲得に、向け入団交渉を行い、10月29日に、 育成選手契約を結んだ。この時の背番号は116であった。2011年は2月のキャンプ中に左上腕二頭筋の軽度座礁を追ったため、実戦登板は5月にずれ込んだ。7月頃には支配下選手登録内定という報道も出たが、結果的には見送られた。同年は2軍のウエスタンリーグで11試合に登板し、0勝0敗。 防御率3 0零であった。十一月一日に育成選手契約を延長した。二千十二年シーズンは七月二十四日までにウエスタンリーグで中継ぎ投手として二十一試合に登板し、二十三回を投げて防御率零点零零と高成績を残した。この活躍もあって、七月二十四日、同じく育成選手の玉木隆史と共に支配下。 選手登録された。背番号は95に決定し、阪神でこの背番号をつける初めての現役選手となった。支配下登録から約2週間後の8月5日に、安藤雄也との入れ替わりで一軍登録され、同日の対広島東洋カープ戦で、7回裏より2番手でプロ初登板。速球は時速1 5 4キロメートルを記録したものの、至球や、 自身の失策も絡んで3失点を喫した。2013年は抑えであった藤川球児がシカゴカブスへ移籍したため新守護新候補として期待されていたが前年10月に左肩憲法化活液法炎を発症。1月末の時点でキャッチボールを行うことができないなど回復が予想以上に遅れた。5月30日にようやく 中日ドラゴンズとの2軍戦で復帰。7月26日に、ブレインボイヤーと入れ替わりで1軍昇格すると、同日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、復帰後初の1軍登板を果たし、1回を無失点に、抑えたが、翌日の試合ではに、3回を1安打2支球で1、失点と乱れ、わずか2日で2軍降格となった。その後、今後の出場予定がなくなったため、 シーズン中の9月5日に帰国した。12月2日に自由契約公示された。2014年4月26日に群馬への復帰が発表された。2015年1月21日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。2月1日に AQ モンゴメリービスケッツに配属されたが4月6日に故障者リストに入った。6月8日に AQ シャーロット・ストーン・クラブズに配属され1試合1回登板し、6月11日にトリプル A 級ダーラムブルズに昇格した。11月6日に FA となった。2015年12月7日、ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。191センチメートルの長身から、 最速時速 154km の速球を繰り出す。他、スライダーやホークボール、チェンジアップなども投げる。その一方で、制球力に課題がある。球の速い左腕という共通点から、BC リーグ時代は、アロルギスチャップマンと比較され、群馬のチャップマンと呼ばれた。ありがとうございます。